はい、皆様おはようございます。今日は令和2年2020年の8月1日今日から8月です。早いですね。南国とか高知県南国市、上岡が NHK をぶっ壊す。おはようございます。まあいろいろ喋りたいことあるんですけれど、一番びっくりしたニュースですね。ファイザー製薬と日本厚生労働省ですかね、日本政府が6000万人分のワクチンの約束をしたと、いう話題が一番大事というか大変な、おはようございます、大変なことです。ワクチン本来ですね、何年もかかります。安全性を確認するのに何年もかかるものです。それをですね、たったの数ヶ月とか1年で、6000万人分、どんなことになるんでしょうか。安全性が確保されないもの、子宮頸がんワクチンなんかでね、大変なことになったのを皆様も記憶に新しいかと思います。ありがとうございます。というところで、まあ、今後の経緯を注視してみたいとは思うんですけれども、そもそもコロナウイルスとしてですね、ゲノム後公開されているものが何かということ、ありがとうございます。もっとね、議論していく、周知していく必要があると思っております。というところで、もうすぐですね、おはようございます、おはようございます。峠のバイトに行ってきます。というところで NHK をぶっ壊す。あとお仕事の方、いってらっしゃい、行ってきます。